はい、皆さんこんにちは、あちでございます。太鼓さんね、やっていきたいと思いますが、あと東堂高虎さん、あ、ナリリンね。で、あとは帰ってきた人、はい、あ、はい。で、妻と話して、これはひじきと人参の煮付け、あ、うまそうだな。毎度見ると思うけど、ひじき好きなんですよね、私ね。で、煮付け、煮物も好きなので、あと山芋、うーん、山芋の煮っころがし煮っころがしっていう言葉もうまいこと作って煮て転がす煮っころがし、ねえ、あれだけでもうご飯食べれるもんね。じゃあね、休まない。これスクロールね、スクロールホイールスクロールに対応してくれてたらいいんだけどね。はい、何をなさいますか。昇進できるものは以上にございます。あ、トキさんだね。ねえ、この人頑張ってるね。この能力なのに。はい。はい。はい、じゃあ、指名伝達しましょうか。本願寺は無理だもんね、しばらく。じゃあ、内政優先で。お金はしばらくね。で、あとね、修行に行く人、もう上からでいいか。大筒買ってください。もう修行に行こうとしてる人みんな大筒ね。みんなというわけじゃないですけど。大筒。半兵衛さんも行くのか。あ、訓練じゃない。大筒ね。まあ、とにかく大筒増やしましょう。んで、はい。で、決定ね。はい、以上でよろしゅうございますと。で、人事は違う。次は、これだね。いや、米相場で、うわ、津山1010まで行ってるわ、海相場。すごいね。津山、清須、堺。なので、とりあえず津山行きましょうか。はい、津山で、民家いますか？行きませんね。で、売却。707巻ね。ちょっと待って。もう一回相場見ましょう。あ、買い相場でしょ？ 1010 行ってんのにね、津山。700なんぼ。あ、売り相場か、今の聞いたの。ちょっと待ってね。あ、そっかそっか。私は売りに来たんだ、ここに。707巻でございます。何本ほど売ってもらえますかと。10万石だね。7万巻になりますと。で、このお金は向こうに入るんだね。はい、交渉しましょうか。もっと高くできないだろうかと。あら、また失敗しちゃった。はい。はい、7万8000円。はい、どうぞと。もう、あ、購入はできるんだね。で、落ち着いたらまた買い占めないといけないということだね、と。で、今度は安いところに買いに行きましょうか。米相場ね。で、まあ私、またこれお金増えたんでしょ。あ、でも増えた額、しょぼいから分かんないよね。しょぼいから分かんないね。じゃあ、また安いところで、難しいね、これ。安いところは、大港遠いね。大港は遠いな。映像。600。あ、650ちょっと高いけども。あ、700なんぼで売って650だったら高いね、確かに。逆にここに売って、あ、でも売りそば455だから、ちょっと仕方がないね。
650。ああ、大港？大港ちょっと遠いのよね。ここね。今の商いで何本儲かったんだろう。何万貫儲かってるんですけど、あでもザーウロチョロロチョロし稼ぐよりははるかにいいね。ザーは本当薄利多売だからね。ね、結構いい春景塗りでも1回で2万缶も入らないんで、1万缶ぐらいかな、重いから1万缶ぐらいしか入らないね。30缶の利益があるんですけど、大体30缶の利益があってもあれ100個も持てないんだよね。100個持ってたとしても8000だからね。80缶が100個で少ないもんね。そう思うとやっぱ米って楽だね。なのであとはやっぱり米買いたいんですけど、安いところがそうそうないので、あとあんま遠く行きたくないんですよね。なるべくこの近場でうまいことやりたいっていうのがあるんで。ちなみに姫路の町はどれぐらいなんでしょう。米は、購入は810貫高いね。やっぱ600貫ぐらいでいかないと。で、民家なんかいますか。いませんね。じゃあ私は相変わらず、岡山城大きくしましょう。で、これ極高上げようと思えば城増築するしかないんですよね、おそらくね。ちなみに、あ、神殿開発ってあれだね。神殿開発って水通すやつだね。私苦手なやつだ、あれ、あれ苦手なんですよ。苦手だね。増築しましょう。これ一番好き、本当。得意なもんばっかりってたらダメなんだけどね。苦手なものもやらないといけないんですけど。お、あ、もうこれは間違いないね。こうだね。こうだね。で、こうで。で、こうだね。で、あ、なぜ回したの？で、こうだね。で、おお、よいしょ。あ、今回は簡単でしたね。はい。はい。はい、3上がりました。じゃあ戻りましょうか。はい、で、あ、兵糧34万石まで下がっちゃいました。で、はい。城入りましょうね。はい、お客はい。ほっほっほ、わしだよ、わし。と、あ、何なようですかと。ほっほっほ、と、うんちくじいさんね。別に。別にで、まあ、よく入れましょうか。まあ、いいか。じいさんのことあんまり知らぬが、くつろいでいきなされと。ほっほっほ、そうさせてもらうわい。これは土産じゃと。菊酒じゃ、うまい酒じゃぞと。おお。ロイヤル証拠をちょっと飲んでみなさるかと。あら、では私も一度少しいただこうかしらと。お、おい、ニニと。固いことは言うでない。お主もぐいっといけと。3人は酒を飲み、組み交わしながら歓談した。このゲームいろんなイベントあるね。おう、もういつの間にか眠ってしまったようであるなと。おはようございます、お前様と。お前も眠ってしまったのか。じいさんはどこだと。さて、お帰りになられたようでございますねと。まさかとは思うが、何も盗まれてはおるまいなと。大丈夫でございますよ。亡くなったものはございません。しかし結局じいさんがどういう人物であるか、分からなかったのと。良いではございませんか、知ってしまうと意外と普通の方かもしれませんし、そうではあるなと。しかし随分と散らかしたものだ。片付けが大変であるぞと。お前様、指名をおられた方が報告にいらしてましたよ。あ、次そっち行っちゃうのかい。あ、もう今ので終わりだね。話してみましょう。どこまでもお前様についていきますよと。じゃあね、帰ってきたので、ナリリンは不在。あら、タカトレさんは？あ、これだね。お友ではございませんかと。あら、あ、贈り物ね。何番トライだったかな。はい、聖書ね。おお、これは素晴らしいと。どれぐらい上がります。おお、マックスいっちゃった。すごい月なんだね。じゃあこれで帰って、はい、お帰りなさいませ、お前様と。表情の前行きましょう。若殿が一瞬、若殿若殿ということは、
ああ、援軍を出すなら今かと。ちょっと待ってね。はい、朝倉さん。武将になったのかな。はい、はい、かしこまりました。はい、襲名伝達しましょう。あ、軍学ある人いるね。あ、いるね、全然。じゃあ行くか。あ、じゃあとりあえずね、自動振り分けで今回軍備優先にしようかな。うわ、鉄砲軍馬、鉄砲軍馬、鉄砲軍馬だね。鉄砲軍馬、あ、補修は軍備になるのか。で、軍学、あ、で、どうしましょうかね。石田のみっちゃん、石田のみっちゃん、いや、ちょっとね、おやめになりましょう。で、指名伝達、で、自動振り分け、軍備優先で、で、ちょっと、こうかな。で、あなたたちに、あ、本願に攻めてもらいましょうか。ねえ、これ、私が行こうかなと思ったんですけど、ちょっともういいかって今なりましたので、で、備え大将でしょ。ああ、勲功は朝倉さんの方が上なん、あ、下なんだね。あ、ちょっと待ってね。軍団には決まってないわ。おお、朝倉さんの方が上に来るんだね。なんでだろう。なんで朝倉さんの方が上に来るんだろうね、これ。おお、勲功で考えたらこの人なんだけどね。こっちの方がいいのかな。いやまあでも選ばれてるからこれにしとこっか。で、備え大将ね、12と3と4ね。ああ、でもそうなったらあれかな。まあいっか、みっちゃんを頭にしようかなと今一瞬思ったんですが、兵士最大、ね、これよくわかんないんですよね。2万人っていけんのかなと思ったらいけないんですよね、これね。ほら、最大1万5000人で、でも、私入れてた時の1万6000人が残ってるんで、これ1000人浮いたままでいけるんでしょ。私が軍団長入った時4000だったので、1000人浮いてるんで、これもちょっと不思議な感じですよね。はい。はい、頼ますよと。はい、影立て、急ぐのだ、必ず岡殿を救ってくれと。救ってくれという言い方も変ですけどね、自分から攻めちゃってるんでね。あ、病気の人いないみたいですね、今、故障の方が出てましたから。じゃ、また岡山城かな。ただ私も、あれがないんだよね、米が、売りたい米がないんだよね。30万しかないからね。で、かといってですね、今、相場で見て、あ、姫路の町が800。北海道安くなってんのかな。東北ね。ちょっと、一応近畿行ってみますか。あんま遠いところで買いたくないんだけどね。今日の街行ってみましょう。はいと。米、あ、違う。いらっしゃいと。あら、もしかしてその顔はと。あ、この人はモブの人だね。出ましょう。はい。はい、いらっしゃいませ。調査ね。はい。あ、660。べらぼうに安くはないんだね。で、じゃあ、ちょっと酒田の町行ってみますか。はい、織田信忠様の軍団が失敗しました。失敗したか。それは失敗したらね。あ、あなたもモブ？
石田も石もだ影より、はい、どんな方ですか。伊達家臣三頼の子政宗に従って初戦に参陣する。豊臣秀吉の命で政宗が小田原に出陣した際には会津軍黒川城の留守を預かっている伊達家の重臣として、後の宇和島伊達家の総理を支える。あ、宇和島の方にも伊達家ってあったということだね。おー、はい、じゃあね、あ、民家ありますか。ああ、そうかだね。米屋さん、調査ね。はい。ああ、いや、今日の町が一番安値だね。最安値だね、今のとこは。660か。ああ、米転がすのはまだいいかな。660。うん。高い気がするんだけどね。一応じゃあ、今日の町で米買いましょうか。はい、米屋さんね、いらっしゃいませと。はい、660貫何石買われますか。全部買っちゃいましょう。79,000、はい、交渉しましょうね。はい、あー、また間違えちゃった。はい、71,000貫ね。はい、もうなくなったんですよね。じゃあ、次月に売りに行きましょうか。12万石ぐらい買って、で、10万石で売ってというような感じでいいかな。ちょっと、規模は、商いの規模は小さくなっちゃいますけど、いいでしょう。はい、物件宅。はい。あ、何でまだいないんだね。あ、ごめんなさい、間違えちゃった。私、あれしたよね。はい、お帰りなさいませ、お前さん。あ、みんな帰ってきてるわ。で、よかったよかった。ちゃんと岡山城やったと思ったんで。よいしょ。あ、じゃあ、茶会開こうか。はい。はい、結構の手前でございました。上杉謙信軍団が我が大政寺城に攻め込みましたと。ああ、これは救いに行きましょう。これは救いに行っちゃいましょう。表情の間。うん。で、人事、昇進、見合う者が一人もいません。で、あ、いい時間になっちゃったね。じゃあね、ちょっと終わっておきましょう。それでは、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。